ユーーーチュバでですす本日はですね東久留米市にあるスパジアムジャポンという大型スパ施設スーパー銭湯です、ね、に行ってきたんですね、ま、妻と一緒に行ったんですけれどもすごい新しくて綺麗であのすごい快適だったんですけれども人がめちゃめちゃいっぱいいたんですよねで館内がめちゃとても広くてですね漫画もすごい充実していてで岩盤浴が5つ5種類ぐらいあっ であのまあ銭湯の施設もいっぱいあるんですけれどもでそしてですねくつろげるスペースがですねいろんなさまざまな種類あってでなんかくぼ,くぼみがあったりとか鳥かごの中に布団があったりとかあとはまあ寝そべるスペースとかまあなんかめちゃめちゃいろいろあってすごい綺麗だったんですけどちょっと。 人が多すぎましたね平日の昼間に行ったんですけどもうめちゃこめちゃ混んでてあの10時ぐらいに行ったんですけどその人気の鳥籠スペースが全然埋まってましたしあの昼過ぎぐらいにはもうですね結構どこにすあの座ろうかなみたいな感じであの席探しみたいな感じをやってたぐらいなので平日の昼間でこれかと思ってで休日のあったら休日になるとですねなんか入場規制かかるレベルですごい人気のスポットになってあって。 るんですよねですごいよくよく考えてみるとなんか確かに施設の設備はめちゃめちゃいいんですけれども必要かなとつまりこうなんかくつろぐことが目的なんですけれどもなんかくつろげるほどにはくつろげるにはちょっとあり余る施設と人の多さなんですよね。でそう振り返ってですね一方でちょっと考えてみると地元の銭湯とかすごい、まあ、適正サイズの。 何でしょう施設の量とあの広さと、まあ、人数だなとか思ってあまり銭湯で人、まあ、もちろんあの人気の銭湯はですね人多いとかはあるんですけれどもよく行く例えばエデンの近くにある末広湯とかはですねすごいこぢんまりとしていてでサウナもですねすごい、まあ、小さいんですけれどもなんかテレビがなくてですね非常にこう集中できるというかあのなんか余計なことを考えずに住む環境だったりとかまあサウナを使った人がですね2階にあのくつろげスペースあるんですけれどもこれも結構あの割と 混んでなくてあのリラックスでできるとということでなんか地元の銭湯の良さみたいなのをなんか再確認しちゃったなというかなんか僕すごい人が多いところは苦手でやはり人が少ないところに行けば行くほどリラックスできるんですけれどもちょっとスパジアム・ジャポンはですねやはり今年できたの影響もあるっていうかすごい人がいっぱい,いましたね本当とに。でなん まああすごいの館内のですあの利用料金はすごい安いんですけれどもなんかあのご飯の料金がちょっと高かったりとかまあ、でもすあのかかった費用的にはスーパーパまあ一般的なスーパー銭湯と同じぐらいなんですけどもうとにかく人が多すぎてちょっとしんどいなという気持ちとなんかあまあそれに比べてやっぱ地元の銭湯というのはすごいまあ、ほどほどの地元の人しかあまあ来ないわけですからなんでしょうそんなにこうめちゃめちゃ混んでることはそんなないですし。あのなんか 割とこうた小さいスペースにあの必要な施設、あのまあ、水風呂だったり、サウナとかも全部揃っていたりとかして、すごい、なんでしょう、やっぱ自分の適正な <laughs> あの戦闘設備の大きさみたいなのが分かったんですね。で、末広湯とかもあったんです。末広湯がですね、まあ、僕はあのエレンの近くにあって、まあまあ、いかにもですね、地元の銭湯って感じなんですけれども、すごい快適なんで、まあ、もしよかったらですね、なんか おすすめの銭湯みたいな豊島区であの上げていただけるとちょっと行ってみようかなという気温になりますのでなんかコメント欄で書いていただけると嬉しいです。ということで今日はですねスパジアムジャポンに行ってきて銭湯の良さを再確認したというお話でした。バイバーイ。